はいどうも、ヒューガでございます。本日懸賞系やっていきます。なぜ懸賞系の時いつもこの BGM なのか僕も分かりません。はい、ということで、以前スピード数値、そしてドリブル数値、そしてクイックネス数値を上げてもスピードが変わらないんじゃないかと検証の方をしていきました。まあ簡潔に申し上げますと何も変わらなかったと。はい、あの細かいね動画の方は、ぜひ概要欄に載せておくので見てください。本日はですねこのようなコメント来ておりました。マルさん、スピードの能力値によってボールを持っていない時のスピードは本当に変わるのか検証してほしいです。これで変わらなかったら大事件、本当に大事件ですよ。もうそれは上がらなかったら何の数値上げたらいいんだという風になります。ただですね、ボール持ってない時のスピードどうやって検証すればいい？マルさん、検証方法はゴールキックやコーナーキックの際にカーソルを検証したい選手に当てて走らせるのはどうでしょうか。画面が固定されるためその画面の幅でしか走らせることができませんが。いや神、やります。早速検証の方していきましょう。はい、ということで来ました。上が脚力強化、まあ、スピード強化ですね。で下がスタンダード久保建英、育成なしの久保建英になります。ちょっと画質悪いのはご了承ください。ドアップにしたらなんか画質すっごい悪くなっちゃいました。本当にコム戦でね、あの調子普通で来させるのが大変なのと、あと試合始まってすぐコーナーキックを取るっていうのがまず大変でした。はい、まあ上が1分で下が4分なんですけど、まあ、スタミナはねそんな差がないかなと思います。はい、でカメラタイプは今回スカイにしました。あの上空からね撮るスタイルの、カメラタイプです。まあこれをすると、ライン、ゴールラインのところからハーフェイラインまで、まあ、全体見渡せてるという形になります。まあこういった形でねスタートして、まあハーフェイラインにたどり着くのがどっちの方が早いのか、これ変わらなかったらさすがにやばいんじゃないかというところ、変わってくれ頼む、じゃないと今後の育成方針本当に分かんなくなってしまうということで、間もなくスタートになります。脚力久保建英、スタートラインついてドン。さあどうだ、さあどうだ、お脚力久保建英巻いてきた。脚力久保建英の勝利ですねこれは完全に。はい、もう一度見てみましょう。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。僕はひとまずほっとしてます。やっと数値変えてこう能力が変わるところが見れたというか、今までの3つ検証してきて今回4回目ですけども、やっとさすがにスピード、ボール持ってない時のスピードは変わりました。ありがとうございます。今後もね、いろいろ検証こういった形でしていければなと思います。まあちょっと前回の検証から時間空いてしまって、大変申し訳なかったなと思います。時間を見つけてねどん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 またやっていきたいなと思います。ぜひねチャンネル登録高評価、そしてツイッターの方のフォロー等よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。